こんにちは、のりこです。今日は睡眠に効果のあるアロマについてお話をしたいと思います。皆さんよく眠れていますでしょうか？睡眠不足の影響としてはお肌が衰えやすくなったり、食欲を暴走させて太りやすくなるという悪影響があります。やはり睡眠不足は健康と美容には良くないようです。改善方法としては日中にしっかり体を動かして運動量を増やすこと、そしてストレスを減らすこと、そして睡眠をする時の周りの環境を整えるという方法があります。そしてアロマテラピーも改善方法の一つとしておすすめです。今日はいろいろ睡眠に効果のある精油はあるのですが、その中でも3つおすすめをご紹介したいと思います。それではまず1つ目が、皆さんもよくご存知だと思いますが、ラベンダーです。シソ科のハーブで甘くフローラルで落ち着く香りがします。精神安定作用と神経鎮静作用がありますので、心を穏やかにして落ち着けてくれる効果があります。ストレスやイライラを感じて眠れない時におすすめの香りです。それでは2つ目がヒノキ科のハーブ、サイプレスです。ウッディで清々しい香りがしますので、ラベンダーのように甘い香りが苦手という方におすすめです。神経鎮静作用と緩和作用があります。また森林浴をしているような、こう森の中にいるような香りがしますので、自然と呼吸も深まって心が落ち着いていきます。心の緊張をとってゆっくりとお休みしたい時におすすめの香りです。それでは最後3つ目におすすめの精油が、ローマンカモミールです。キク科のハーブでフルーティーな香りがします。よくリンゴのような香りと言われています。筋肉や神経をリラックスさせる弛緩作用と鎮静作用があります。心のイライラを鎮めて気持ちを落ち着けてくれる効果があります。心と体が緊張して眠れない時におすすめです。それでは以上、睡眠不足におすすめのアロマ3つでした。このチャンネルではヨガだけでなく健康美に関する情報を発信していきたいと思います。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。